DS BDS。メガイスメガジャンってキョンってね。こちら、皆さん、ドリームガチャ。今だけドリームガチャ、夢は終わらない。で、D 賞って何なの？商品券も当たる。あ、もう当たる。で、まあ、外れでもね、商品券がもらえるってやつなんですけど、なんとね、A 賞がスイッチなんですよ。しかもさ、最近出たモンスターハンターですよ。やるしかないでしょ。お金ないんで、10回でいいですか、10回。1万円分。やっぱりね、こう、全部買い占めたらね、意味ないと思うんですよね。ガチャってその、あ、でもなんか下ら辺にもあったりするかもしれないけど、まあ、10回やってきてます。ジェイソン君、どれ欲しい？俺ね、あれ、あれ、ドライヤー。山田電機で買えよ。この中で何が欲しい？なんかで当たったらそれあげるよ。マジで？ヘッドホン。ヘッドホン。で、それ俺も欲しいよ。ちょっとやってきてます。外れもどんなもんか楽しみなんでね、行きましょう。自販機とのね、違いをちょっと行きましょう。ウルトラマンみたい。なんかミサンガとかだったらやだな。おお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 店で5000円分のお買い物ができるってことでしょ。じゃあ2回目いきます。まず音が違う。今なんか音が違ったよ。開けたら向こう。え？でしょ。やばくね、ここ。え、これ商品券ってここで買える商品券じゃない？ 5000 円。え、今まで一番よくね。これ店と組んでないですからね。今日初めて来ましたからね。3回目スリーピース。D賞。福袋だ。あ、その福袋の中に入ってるかもしれないってことか。1回目いきます。D 賞ですね。5回目いきます。え、色が違う、色が違う。 D 賞。こう見えてもダンテっていう D の衣装受け継いでるんですよ。じゃあ6回目いきます。D が来てほしいね。見てください。でもこのね、福袋がどんなもんかっていうのもね、ちょっとまだ分かんないんで、外れとも言えないです。じゃあ7回目いきます。来た来た。じゃあ8回目いきます。最後に A 賞来るか。はい、ではね、10回引いて、全部 D でした。ちょっとね、引き換えていきましょう。はい、ということでね、ドリームガチャでね、福袋もらってきました。10点ですね。で、この中にもしかしたら5000円分のあの買い物券、商品券が入ってるらしいんで、この10個にも入ってなかったらちょっとですね。じゃあちょっと1個開けてみます。全部 D 賞なんですね。はっ、よくわからない金チェーンと、バッチ、まあ、1000ガチャ並みですね。じゃあ2個目はプチマスと窓巻きの DVD、まあ、在庫処分です。じゃあ3個目、 AKB の春菜がね歌ってるね CD ですね、フィギュア。じゃあ4個目、4袋目は最初のやつと一緒です。はい、じゃあ5個目と、今のところ僕が欲しいもの1個も入ってないですね。じゃあ6個目、なんか空いてある箱と、まあ、入ってますけど空いてる箱と、よくわかんない立てるやつですね。じゃあ8袋目、キーホルダーと箱空いてるやつにコップのフェチコさんですね、ガチャガチャ。9袋目、
バックスカーフ、はい、キーホルダーと箱の開いてる H 賞マクロスとキーホルダー、はいって感じでね、僕にはドリームが来なかったっていう感じです。うわ、なんか全部ね D 賞っていうのがねちょっと残念でした。はい、なんかあれガチャね超でかかったんで、多分1000個ぐらい入ってんじゃないですかね。1000かける1000は100万じゃないですか。100万あれば、まあ、スイッチゲットできんじゃないですかね。100万。はい。で、はっきり言ってさ、最初にスイッチ出てきたら、多分、やらないと思うんで、ぜひみんなもね、僕の仇取ってみてくれましょうか。楽しい楽しい !PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしく